ここちちまままかっでききすすすね行しよんにちはグランドアゲームズの大門です。今回紹介するゲームは こちら、軍師軍略ススストラテジスト・ストララテテジジーーーでです。す。人用のボードゲームです軍師軍略はとにかく歴史小説に登場するような軍師の気分を味わうことを目指して作られたゲームです三国志シリーズやファイアエムブレムシリーズのように戦術シミュレーションゲームが好きな方に向けて作ったゲームです将棋やチェスのような駒を動かして遊ぶタイプのゲームですが軍師気分を味わうために大きな特徴があります隣接する駒を同時に動かすことができる伝令 初期配置を自由に決めることができる婦人、行動が予約制で相手の行動の一部を知ることができる情報戦三国志の諸葛亮対縛りやワーテルローの戦いのナポレオン対グナイゼナウのような熱い戦略戦術バトルをぜひ楽しんでください軍師軍略はチェスや将棋のように駒を動かしてゲームを進めていきます その2つと大きな違いは最初の陣形駒の配置を自由に決めることができたりキングや王将にあたる将軍を自由に決めたり複数の駒を一手番で同時に動かすこともできます自国の兵士たちに指示が届くまで時間がかかったりスパイによって情報が一部漏えしているところもこのゲームの魅力です 軍師になった気持ちでプレイすることができるゲームです。あなたも軍師になりきり、相手の戦術を読み切ってみてください。勝利条件は2つあります。1つ目は敵の将軍の駒を取ることです。両者、布陣が終わった後に、相手に分からないように将軍駒を決めてメモしておきます。将軍駒は自分の布陣にあるどの駒からでも1つ選ぶことができます。 ゲームを進めていく中で、相手の将軍駒を取った場合、あなたの勝利となります。勝利条件の二つ目は、侵入エリアに三つ以上駒を配置することです。自分の陣地、相手の陣地の最終列に十字の書かれているマスが5つあると思いますが、ここが侵入マスになります。侵入マスに自分の駒を移動させたとき、侵入するかしないかを選べます。 侵入することを選んだ場合は、侵入コマエリアにコマを移動することができます。この侵入コマエリアに3つ以上コマを配置したプレイヤーの勝利となります。軍師軍略には3つの兵種が存在し、それぞれに特徴があります。 すべての兵士に共通しますが、相手の駒のあるマスに移動することで、相手の駒を取り除くことができます。まず最初に歩兵を紹介します。歩兵は上下左右に一マス進むことができます。歩兵の特徴は防御力が高いことです。歩兵を利用する際、二つの駒を重ねて配置します。 相手の移動や射撃攻撃を受けても一度だけ攻撃に耐えることができます。この際、下の土台となっている駒を取り除きます。次に弓兵を紹介します。弓兵も上下左右に一マス動くことができます。弓兵の特徴は射撃カードを使うことで遠距離攻撃ができることです。 横・斜め前正面2マス先まで攻撃することができますうまく利用すれば被害を出さずに相手の駒を減らすことができます最後に騎兵を紹介します騎兵の特徴は攻撃力と突撃力です騎兵は前方方向に何マスでも動くことができ土台のある歩兵も一度の移動で取り除くことができます ただし、後ろに移動することができません。また、歩兵が設置できる柵に弱く、柵の手前で移動が停止してしまいます。騎兵は強力ですが、相手に対策されやすい駒です。うまく騎兵を扱えるかどうかで戦局を大きく変えることができます。軍師軍略には3つの特徴、魅力があります。一つ目、初期配置が自由であること。 決められたコストの範囲内で使用する駒の編集、配置を自由に決めることができます。この時、一駒ずつ交互に駒を置いていくため、相手の配置を見ながら相手の作戦を予想し、それを防ぎつつ自分の作戦を実行できる配置を考える必要があります。戦いの前段階で戦いの勝敗に大きな影響が出る、まさに軍師の気分を味わうことができます。 さらに配置した駒の中から将軍を決める必要があります将軍を取られると負け将軍を取ると勝利です取られないようにかつバレないように布陣を考える必要があります二つ目駒の操作は予約によって行うこと軍師軍略は駒を動かして遊ぶタイプの他のボードゲームと違い自分の手番に直接駒を行動させることができません 4種類のカードを利用し、次のターン以降の行動を複数回分予約します。その予約した内容に従ってゲームを進めます。軍師軍略は軍師が戦場におらず、自国から指令を送って戦争を戦っているという設定です。戦場の将軍に指示が届くまでには時間がかかるのです。行動を決定する軍略カードはカード置き場にセットし、置いた順にプレイしていきます。 軍略カードを置くとき、カードは裏、表、裏、表と交互になるように置きます。双方ともに相手の国にスパイを送り、一部の情報が漏れています。この情報から相手の行動を読み取り、駒の行動を考えることがこのゲームの魅力の一つです。 3つ目、複数の駒を同時に動かせる伝令システム。軍師軍略は駒を操作するとき、上下左右にある同種の兵士に同じ行動を取らすことができます。近くにいる兵士に指示が伝わります。一手番で最大5つの駒を動かすこともできます。布陣の時に伝令システムを意識し、また相手の伝令を断ち切るように攻めることが重要になります。 伝令システムは移動だけでなく弓兵の射撃や騎兵の移動にも適用されます一斉射撃や一斉突撃で一気に戦況を変えるようなプレイもできます軍師軍略いかがだったでしょうか一手ずれるだけ一つ配置がずれるだけそれが大きな影響を与えるシビアな頭脳戦が遊べるゲームです行動がずれやすいからこそ自分の思い通りに戦場を動かした時の快感が大きいのでぜひそれを味わってください 軍師気分を味わえることはもちろんですが、このゲームの最大の魅力は、終わった後の感想戦がすごく楽しいことです。一緒にプレイした方と、あの時は実はこうしたかった、実はこういう戦術を考えてたっていう話がすごく盛り上がります。感想戦が盛り上がるから、あとワンゲームとまた遊びたくなります。より詳しい情報を知りたい方は、公式ウェブサイトやボードゲームギークへどうぞ。説明書を全文公開中です。それでは、軍師軍略の紹介でした。ありがとうございました。